横です。皆さんこんにちは。松山市のターミナルといえば松山市駅、毎日多くのお客様にご利用いただいてます。松山市駅は明治21年10月28日から営業を開始した一番最初の駅の一つなんですが、面白いことに駅名を何度も変えてるんですよ。創業当時は松山駅、明治22年7月20日には戸川駅、明治35年6月1日にはまた松山駅に戻り、現在の松山市駅となったのは昭和2年3月1日なんです。3月1日か、あ、昨日でしたね。今後も YouTube でも皆さんにいろんな情報をお届けしますので、チャンネル登録お願いします。